アンズは考えています。この後ろにいる赤鬼、ツインテールじゃない？ツインテール時刻じゃない？ということで、サウザンドサニー号で大分に再上陸したアンズであります。大分なんて名もなんやろって思ったそこのあなた、ノンノン。じゃらんが調査する都道府県魅力度ランキング編で北海道などの強豪を抑え、なんと1位に輝いているのです。そんな大分の魅力を探るべく、アンズは別府温泉の7カ所の地獄巡りをしています。まず訪れた第1の地獄、日本最古の天然地獄、血の池地獄。赤く染まったドロドロの熱泥が迫力満点、看板のポップさが怖さをぶち壊す。第2の地獄、豪快に吹き上がる間欠泉の竜巻地獄。源泉が飛び出る勢いは なんと 50m と圧巻のパワー、熱湯の雨が降る。第3の地獄、青白く変化する白池地獄。美しい日本庭園と地獄のコラボレーション、熱帯魚館には人食い魚が待ち受ける。第4の地獄、ワニの地獄、鬼山地獄。約80頭のワニがあなたを甘噛みしてくる。激戦の地獄の傷を癒すべく、途中ノーバン温泉に立ち寄ります。おい、侵入者か？ここは硫黄の匂いが。残すは3つの地獄。それでは行ってみよう。あんということで、大分県別府市で地獄巡りやってくぞー。天津飯残して7時刻やってるぞー。オッケー、3、2、1。 Thank you。 写真撮られちゃった。はい、また時刻は地獄と言ったらね、あの人しかいません。顔が地獄っぽい人、リンゴンさんかだ。悪魔の森の奥深く、一見何の変哲もない古い屋敷。お前もランニングにしてやろうか。お前もランニングにしてやろうか。かまど時刻は1丁目から6丁目ぐらいまであるので、順番に回ります。うわー、あ、雨が。1丁目、ここの池の色は地下にある岩盤が絶景できた粘っこい色、ビンゴが突き出して、うわー、なんか光合が入りたくはないタイプ。どんどん、お前をランニングにしてやないかー。うわ、めっちゃ雨、シャクッ。サンキュー、めっちゃ雨なんだか、先生。おー、綺麗な青。これはトルコにあるカムカレと一緒だ。おー、すごい綺麗。極楽一丁目から極楽四丁目は温泉を体験できるコーナー。80度の温泉を手に入れたので飲んでいます。もう暑くて持てないけど、お風呂の温度の倍だから。無理無理無理、下ぐらいの気がした。ちょんってつけただけで東京ドーム。ちょっとだけ塩の味がしました。へー、ちょっとやっただけでしっとりする。そう、ここは結構寒天型だ。お肌がツヤツヤになった。てか前髪がしなしなになりました。4丁目、なんかすごいよ。4丁目、今多いんですけど、雨がね、降り続くと緑になって、晴れが 2,3 日続くと青に戻る。これが出てくるんだ、綺麗な青よ。こっちは綺麗な赤です。お前を人形にしてやろうかー。プリンしとったら名物のプリンを買ってみました。チーズケーキみたい、濃厚でカラメルも香ってる。醤油プリンってこういうことなんですよ。私がプリン食べてた横には、今度は青い家の足元にいます。
ど時刻でした。次行こう。じゃじゃーん。地獄蒸し工房吉林ということで、ここに書いてある通りで、あんごはお肉セットにしようと思ってるんですけど、こんな感じでね、後ろにある蒸し器で15分蒸して食べるらしい。別府鉄輪温泉は江戸時代から用いられていた伝統の調理方法、地獄蒸し料理を体験できる施設です。あんずは1000円のお肉セットを注文。98度の温泉噴気を利用した 100% 地熱エネルギーで蒸していきます。ダイナミックな映像でお届けする。15分蒸すみたいなので待ちます。うわ、蒸めるっぽい。うわ、こういうところからもさ出てくるんだね。地獄蒸しを待ってる間に隣にね、足湯でも入って待ちたいと思います。アンズは考えています。足湯は気持ちいいなぁ。ん？待てよ、お風呂に入るときって体を洗ってからお風呂に入るけど、足湯に関しては洗わず直で入れてくな。しかも足って結構汚いぞ。これ足湯することで足汚れてない？みんなの足汁の出汁みたいになってない？だし巻き卵に入れてみるか。お姉さん、いいカメラワークですね。大層って思ったら、おい、あいつの顔が切れとるやろ。視聴者が欲しいのは安全やね。アンズチャンネルっていうチャンネル。神動画が出てます。地獄ピリ辛がついてます。私もします。アンズが注文したのは、もやし、芽キャベツ、豚肉、鶏肉のセットです。1200年前に鶴見岳の爆発によってできたという6カ所目の地獄、海地獄にやってきました。次は海地獄です。煙がすごくてあんまり神秘的で涼しすぎなコバルトブルーの雪はじっと見ていると海のようですが、実は98度もあります。毎年お盆の時期には温泉の熱で育てられた水泳に乗るという体験が小学校低学年を対象にできるそうです。98度の池のサッパに小学生を乗せるとか、すっごくリアル熱湯風呂。見上げ海の階段を登ったところから見るのがおすすめなんです。こっちの方が迫力満点。見て、鏡になってる。すごい。これはコバルトブルーで、大きさが大きいのが特徴です。あ、ちょっと見えますね。おお、青くない？青くなってきた。上から見た方が青い。深さは 200m 以上って言われており、この深さによって青く見えるとも言われています。この下に 200m もあるの？海地獄っていうか、そこなし地獄やん。海のように深く、そして新鮮に湧き続ける海地獄だからこそ美しいコバルトブルーになっているわけです。ということで、記念すべき最後の地獄、7つ目の地獄です。
電子坊主時刻。ここ気泡がポコポコしてるみたいな。ポコポコと音を立てて灰色の熱ドルが大小の球場をなして沸騰している鬼山坊主時刻。このポコポコしてる気泡が坊主頭みたいだから鬼山坊主。ハゲツルピッカ、ハゲツルピッカ時刻ってことですか。ハゲツルピッカ。施設内には100度の蒸気が鬼の指のような音を立てて吹き上げています。ここには無料の足湯があるみたいです。ということでこれにて7つの時刻打ち取ってどう。7つ正反応の目で拍手。全部すごかったんですけど、アンズのすすめはかまど時刻ってやつが一箇所で青いのも赤いのもいろいろ見れるし、体験もできるし、食べれるし、足湯もあるしって感じでおすすめかも。どれか一個行くって人がいたらかまど時刻ぜひ行ってみてください。バイバイ。時刻を制覇したアンズが次に向かったのは別府ポン。ポン。別府港から車で30分くらいのところにある塚原温泉。これバンダイさんの椅子。共同浴場、奥に露天風呂、さらに奥の離れに家族風呂があります。ここは塚原温泉っていう隠れ家家族風呂らしくて、知る人ぞ知るっていう、結構道も舗装されてないところをぐんぐん来たのでちょっと怖かったんですけど、早速入ってみます。すごい、みんなの家庭の動くでメインも求めた。いい感じ、綺麗。外からの光もあって、あ、あったかめ。色が透明っぽいですね。こちら塚原温泉っていう温泉で、大分の温泉県なので別府温泉っていうのが有名だと思うんですけど、それ以外も温泉はいろいろあって、ここがねテレビ番組メインの医学、みんなの医学みたいな番組でも紹介されたぐらい、とっても医学的にいいお湯なんですね。ニキビとか汗もとかいいらしいので、ニキビでふっくりなってるから寝不足で、これをちょこちょこして使用させていきたいと思います。ここに来るまでとんでもないの使ったんですけど、温泉は綺麗で、800年前から湧き続ける湯は 100% かけ流しの天然温泉。じゃじゃーん。入浴料は1時間2000円。全国から温泉マニアがこぞってやってきます。発酵入り口。ここ塚原温泉の河口見に行きます。山道だ。結構登ってきたけど、さらに行くみたいです。きつすぎる。無理、足が岩ばっかりを、熱っ、でもすごいよ、なんか山に来ちゃった。うわすごい、まだあとこんだけ登るみたい。霧がかかる森の中、お前もらう人形にしてやろうか。響き渡って、ここは大分県の塚原温泉というところ河口に来ました。この貸切温泉もあるんですけど、河口も見れるみたいなので、こっち側に広がってます。今アンズがいるのは標高1045メートルのガラン岳で、標高800メートルの中腹地点です。ガラン岳の地下に眠る熱水こそが別府八湯の全ての温泉源であり、別府温泉の全てのお湯の供給源となっているらしいです。河口見学準備。もくもくと噴気が立ち上る時刻を近くで見ることができます。おお、めっちゃ見える、やば、じゃじゃ
湯がちょっともくもくしてる。源泉までは見えないのかな。あ、でもあっち側行ったら見えるのか。すごい、写真スポットじゃん。大自然独り占め系。すごい、めちゃくちゃすごいとこに来た。やばー。頑張ってきたら湯がないっていう。湯がなくなってもう湯がないよね。うん、なんかあっち側を見てみたんですけど見えなかった。じゃないですね。じゃないです。こっちが純度ってなんか看板。あ、そっちなんだと思って上がってきたんですけど。ないです。でもあっちも昔お湯あったっぽい感じしません。なんか。一つありますよ。あそこなんかもうでもだいぶ長い。サハラ砂漠よ。サハラ砂漠。撮影詐欺してますねこれ。湯はやっぱ潤沢ある。湯は潤沢なんかここにちょうど見に来てた女の人2人とちっちゃいお子さんたちもこのねパンフレットのこの湯が出てるとこに来たらしいんですけど、確かに湯がないんですよ。この寒い詐欺なのかな。パンフレット的には湯があるって書いてあるんですけど、どう見ても湯がない。湯はなかったんですけど、結構ね絶景が見られたので満足です。いかがだったでしょうか。続きをお楽しみに。バイバーイ。ドライフテンマークから始まったアンドの野望急周辺京水道付近でソフトバンクへの入団テストを受け、博多豚骨ラーメンで一つ積み。佐賀県では嬉野温泉で疲れた体を癒し、長崎では平和公園から桃鉄でゴールを目指し金華島へ上陸。宮崎県では日向灘の地震もめげずにモアイに闘魂注入。鹿児島では桜島に上陸、魂の歌で大噴火させていきました。熊本では麦わらの一部の仲間となって熊本城も打ち立ってぞ。そして大分、自国も完全制覇。温泉に浸かり九州生物の喜びをかみしめています。この調子で次はあなたの国を地取りに行くぞ。アンドの野望いざ宇宙人。Hey kid。静岡県からスタートしたアンズの野望、ついに残り4県。あとは信長と富士山を撃ち取ったら全国制覇です。いざ最終章へ。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。インスタグラム、X、TikTok、ライブーム、各種 SNS もやっているのでフォローお願いします。バイバーイ。